まあ、そこで私よりも明らかに年がね、まあ、40ぐらい上の方ですかね、まあ、席をお譲りしたんですよ、どうぞって。まあ、そしたらね、あ、いいのよと、あの、健康のために立っていたいんでっていうふうに、その、まあ、ちょっと女性は言われてたんですよ。で、その女性がね、私なんて言ったかっていうと、若い人はいろいろとお疲れだから休んでいた方がいいわよと、どうぞってそのまま座っててねっていうふうに、まあなんか一語一句覚えてないんですけども、すごくね、優しい言葉をかけてくださったんですよ。うん、だからそこから私今ね、察するに、あの、余裕を持って年を取った人っていうのはね、あの、若い人に道を譲ってくれるんだなと。若い人はこれから頑張っていかないといけない。まあそんなところで、休みながらいろいろやってほしいから、せめて電車の中で休んでおいてってことだったのかもしれません。確かに、年金暮らしのおじいちゃんおばあちゃんよりも、ブラック労働で、非常に苦しい思いをしているのは、20代、30代の人かもしれませんよね。そういう人が、うん、もしかしたら、電車に座るべきなのかなと思います。で、ここで考えうるのが、優先席のことなんですけどもね。何において優先するか。自分よりも少しでも年上の人に対して、どうぞどうぞっていうふうに、年長者をおもんぱかるような姿勢を持っている人は、たとえね、40代の方に対してでも、20代の方が、あ、どうぞ、僕なんか座って、すいません、どうぞどうぞ、みたいな感じで、進める任侠魂のある方かもしれませんし、あとはね、年金暮らしで資産も何億円もあるようなおじいちゃんおばあちゃんが、別に立っていてもいいわけですよね、そういう人はね。で、貯金もないし、借金だらけのブラックロードをしている人の方が、座った方がいいのかもしれませんしね。だから、見た目だけでは測れないから、ちょっと物は複雑になってきてるのかなと思いますけども、まあでもね、譲りたい人が譲って、譲られたい人が譲られればいいのかなと思いますよね。まあそれは別にご老人ではなくても、やっぱりね、20代ぐらいの若造が、40代ぐらいの年長者に、あ、兄貴すいません。僕なんかが立ってて、みたいな感じで、あ、座っててすいません。うち立ってますんで、どうぞ、兄貴座ってください、みたいなね。任侠があってもいいのかなって思っちゃいましたけどね。